こんにちは、大輔です。今日はですね、入国制限緩和シリーズ2021年10月下旬版をやってきます。この動画を見ていただくことで、世界中の国のですね、最新の渡航状況、一気に把握ができます。ここ最近の動きとしては、アジア圏ではですね、続々と 緩和の動ききが見えてきてるんですね今日は例えばねインドネシアだとかフィリピンインド辺りのですね情報アップデート他にもねいろいろな国あるんですけどもやっていきたいと思いますそして日本のワクチンパスポートがですね有効になってきている国これさらに増えてきましたトータルですね50カ国を超えてきまして今回では欧州圏の国がですね有効化をしているそんな動きが見えます今日はですね最後の方で11月からワクチン接種が条件に加わる米国の 方向性について、これスタートする日付が決まりましたので、このあたりですね、掘り下げをしてお伝えをしていきたいと思います。それでは早速ですね、アジア圏から始めていく前にですね、まあ今日の見どころです。日本のワクチンパスポート有効国が増えてきたというお話なんですが、実はですね、ここ今出してる外務省のページがね、あの、だいぶい、あの、変わったんですよ。一新されたんですけどね、この国がですね、前までは、 ベタッと書かれてたんですけど、最近ですね、これアップデートされて、なんかね、こう、アジア圏とかね、オセアニアだとか、北米とかね、こう、グルーピングされるようになりました。なんかね、これ、見てる感じだとどうでしょう。今日ですね、僕の皆さんにご紹介をするこちらの表にですね、まあ、非常にそっくりな、まあ、ただ、グルーピングしただけやんって言われればね、まあ、それまでですけども、えー、もし万が一ですね、この日本政府関係者の方が僕のチャンネルを見ているようでしたら、まあ、別にお名前とかはも当然出せないと思うので、 関係者だよみたいなねえことが分かるようなコメントをいただけるとめちゃくちゃモチベーションが湧きますので頑張ってねやっていきたいと思いますあ僕はですね日本政府アンチみたいなポジションはもう一切取ってませんのであの、まあ、どちらかというとね応援をしたいというですね気持ちを持ってまあもちろん渡航者の皆さん応援したいえそのためにあの日々ですね海外とのええ他の国とねこのやり取りをしてくださってる外務省の皆さんですよねあと、まあ、外務省もそうだしまあ今特にね権益ルールを決めてる厚生 労働省の皆さん、そして法務省の皆さんとかでもう応援したいという気持ちでやっておりますので、まあ、ぜひですね、えー、そういった関係者の方、もし万が一いたら、あのー、コメントをいただけると嬉しいなと思います。はい、そんなこんなで、えー、今日はですね、アジア圏から動きを見てまいりましょう。まずはですね 観光目的での入国が可能な国。今回はこちらが増えました。タイ、モルディブ、香港、モンゴル。このあたりに加えてですね、今日ご報告するのは、まずはインドが加わりましたね、ここに。2021年の10月15日以降、 として、観光ビザの発給を再開するという報道がですね、ありました。そして、日本の外務省経由でのお達しもありましたので、これ確実性が高いということで、もうすでに始まってるんですかね。こちら皆さんに報告をさせてもらいます。そして、動きがあったのはインドネシアです。バリ島に限るんですが、外国人観光客を日本からの渡航者に対しても受け入れていくということが報道され始めました。ただしですね、これ条件があるようで、保険加入が 必須であったりだとか、まあ、あとですね、隔離期間がちょっと短いのかな。インドネシア本土に渡るよりかは、隔離期間がですね、5日間ということで、まあ、若干これも、あの、入りやすくなってるということなんでしょうけども、まあ、実際ですね、これがきちんと機能をして、外国人観光客がバリ島にどんどん入っていけるのかどうか、特に日本からの直行便みたいなところもですね、まだ十分に出揃っていないようなので、このあたりですね、まあ、一応国としては開いていく、まあ、一部の地域限定でインドネシアが開けていくというですね、 あのーまあ、明るいニュースから今日はね始めているわけですけどもインドネシアね、えー、これ応援していきたいなと思います。そして でこれ動きがある国、他にはですねタイランドですね、これ、ああ毎回ウォッチの対象にはなりますけども、ワクチン接種者の隔離の短縮ですね、これが7日間に縮まったというですねお話、これ、タイ全土で10月の1日から始まっておりますと、でさらにはですねこれが11月からは隔離免除になるという、ね、見込みがあるんですが、果たしてですねこれが日本からの渡航者、タイ入国者に対して、 有効なのかどうか。日本がですね、これに含まれるのかが、まあ、いまいちはっきりしないんですよね、報道上は。一応、少なくとも10カ国はこれを受け入れていくというですね、対政府の方向性ではあるんですが、今、 この時点で報道されているのは、イギリス、シンガポール、ドイツ、中国、米国というですね、まあ、例,例えばこういう国ですよという提示がありましたけども、まあ、どうでしょうね、観光客の多さという点では、日本からタイに訪れる人もですね、多分トップ10入りしてると思うので、まあ、これ可能性は高いんじゃないかなというふうにね、見させてはもらっていますが、まあ気が抜けないタイ状況ということだと思います。そしてですね、なかなかまだ入国が 自由に聞かないような国も多いわけですがこの中でも入国ルールの変更があった国を見ていきましょうまずはシンガポールですけども隔離条件がですね変わりましたね14日間必要だったところが今回のタイミングで10月の6日からですね7日間に 短縮されましたから、これもまあ一つ緩和ステップが進んだという見え方でいいんじゃないでしょうか。そして他にはですね、あの、我らがフィリピンなんですけどね、こちらワクチン接種者は隔離短縮が できるということで、10日間にですね、こちら短縮される、もともと14日間だったんですが、10日間に短縮されるというですね、こちらの措置がどうやら始まったようなんですが、日本政府発行のワクチンパスポートですよね、こちらが有効ではなさそうだと、これを提示しても弾かれてしまう可能性が高そうだということを皆さんにはですね、今の状況としてお伝えをしておきます。これぜひですね、外務省の方々がですね、一生懸命 これ交渉をですねアジア圏フィリピンが今入ってないけれどもフィリピン政府と交渉をしてくださるとこれ信じてますんでねこれは応援をして待っていきたいと思いますそれでフィリピンはですねあの隔離免除をしていくというお話がですねまあ出てきているまあこれもすでにねグリーン国を対象に始まっ たなんていう報道を皆さんにもお伝えはしたもののですね朝礼母会で有名なフィリピンということなんですがフィリピン政府内部でまだちょっとなんか揉めてるみたいなんですよねこれ免除をしていいのかどうかみたいなですねまあこのあたりちょっと気になるので別途ですねニュースライブで深掘りを予定をしていきたいなと思います今後もフィリピン状況はですね皆さんと一緒にチェックをしていきましょうそしてアジア圏最後の国動きがあったね他の国でこれですねカンボジアがまあ動きがあったというより かはご要望をいいいたただんでねここちらののリストにに加えてて今後ウォッチの対象にしていこうかなと思いますということで次のエリア参りましょう。オセアニア圏ね、これ入っていきます。動きがあった国はこの中でもフィジーになりますね。こちらはですね、10月から日本からの入国が再開しているというですね、明るい動きになっています。ワクチン接種者はさらに隔離期間が短縮されるということですから、もともと14日間必要だった隔離が半分のね7日間に なるとということです、まあ、ただしですね、これもまあさっきの話と同じような感じで、日本政府発行のワクチンパスポートの有効性がまだ不明なので、これ実際渡航される方はこの辺りに、ね、ご注意をされる必要があるということなんですよね。それでは次のエリアに参りましょう。中東エリアからはですね、動きがあった国は今回はカタールがですね、直近動きがありました。10月から日本からの入国がどうやら可能になったというですね、こちらも明るい動きに なりますね条件としては陰性証明と7日間の隔離措置こちらがですね加わってきたようですワクチンパスポートでこの隔離免除ということではあるんですがこれも同じくですね日本政府発行のものの有効性が確認中ということになりますのでご注意をねしていきましょう中東エリア他の国は今のところ動きがないので次のエリアに進んでいきたいと思いますアフリカということで見ていきますけどもこちら動きがあった のはですねまずはチュニジアですね日本政府発行のワクチンパスポート受け入れをですね、まあ、してくれるという動きがありましたそしてモーリシャスですけどもこちらはですねワクチン接種者の隔離免除がですね10月の1日から始まっているということになりますえ反対に日本政府発行のワクチンパスポート有効性まだ確認されておりませんのでモーリシャスについては要注意ということだと思います、まあ、こういういいパターン多いよね この国としてはワクチン接種者に対して何かしらの緩和をするんだけども日本政府発行のものはです、ね、有効性が、まあ、今のところ確認中と、まあ、こういうパターンがね徐々に出始めてきましたので、まあ、外務省の、ね、皆さんを応援していきたいなと 思います。アフリカはですね、引き続き入国が可能そうな国が多いということで、次のエリアに参りましょう。欧州圏にですね、今度は渡って参ります。EU のですね、入国規制の号令が9月に出されましたよね。こちら一通り、各国による日本からの入国者に対するスタンスが固まってきました。こちらについては別途動画化をしてですね、これまとめていますから、あの欧州圏との行き来をね、される方については、えぜひこちらの 動画もご参考になってみてみくださいそれではですね、欧州圏の中でも EU の中で動きがあった国について見ていきましょう。今回は2つの国がですね、直近変更になりました。まずはキプロスということですが、到着後の PCR 検査の条件がですね、外務省の記載から取り除かれておりましたので、おそらくこれは緩和されたというふうに受け取っていいんじゃないかなと理解ができるわけなんですね。そしてもう1つの国はスロバキアになりますけども、こちらも ですね隔離期間が短縮になりました14日間必要だったところが10日間になりましたのでこちらもプラス材料ということでいいんだと思いますそれでは EU 圏以外の欧州エリアですねこちら動きがあった国を見てまいりましょう大きな動きとしては日本の外務省の頑張りがですねまあ、このエリアについては特に見えてきているということですが日本政府のワクチンパスポートですねこちら有効になった国が 多いといととうことで具体的な国としては、まずイギリスですよね。陰性証明と隔離が免除されますから、これ提示によるメリットはでかいですよね。そしてジョージアです。こちらも有効性が確認されたということで、陰性証明の免除ですね。あとはバチカンなんかも同じく陰性証明の免除、こちらが有効性があるということです。続いてスイスですね。これは観光目的での入国条件になっていますから、日本政府発行のものが使えるというのは心強いんだと思われます。 そして、ボスニア、ヘルツェゴビナ、こちらも有効になりました。最後はアンドラですね。日本のワクチンパスポート有効になりましたけども、こちらが入国条件そのものになっておりますので、注意をしてまいりましょう。それでは、次のエリアはですね、カリブ海、南太平洋エリアは動きがありませんので、まあこんな感じでね、表を見ておいてください。今回はスキップということになります。次のエリアは中南米ですけども、今回動きがあったのはですね、パラグアイ、 になりますこちらは自己隔離が必要だったということですがこの条件がなくなった模様ですのでこれも緩和の方向に倒れたということでいいんだと思われますそれでは最後のエリアですけども北米に行きましょうまずはカナダを見ていきますけども カナダはですね、9月に入国ルールの緩和、大幅な緩和がなされてですね、これが継続していって、日本からの渡航、入国ができるような状況になります。ただしですね、ワクチン接種者であることが条件になりますから、この点は十分に注意をしていく必要がありそうです。そして、アメリカですね、米国についてはですね、渡航がしやすい国ということで、緩和がずっとね、キープされてきたわけですけども、どうやらですね、11月からはワクチン接種が必須 ととなるというですね、まあ、こちらのご報告は皆さんに随時、えー、させてもらってはおりましたけどもこの度ですね日付が決定しましたね11月の8日から日本からの渡航者に対しては規制強化というふうに見えるのかもしれませんねワクチン接種証明書が必要になりますからこの点は十分に注意をしていきたいということですあとは欧州圏中国だとかインドとかねこの辺りの国から見ると米国がですね 国境を解放したという明るいニュースになっていますからまあ、だから全世界的に見たらまあ、米国がね英断を下したみたいなねこういう見え方になっているのかもしれませんそしてこのアメリカの動きについては具体的なレギュレーションが気になりますよねということで CDC の一時情報をチェックしてまいりましょうこちらがねそれになるんですが海外渡航者向けのですねまあ、COVID-19 に関するこのレギュレーションがですね書いてある CDC のね、ウェブサイトを今開い ているんですがこのアップデート日時がですね8月の25日のままで止まっているんですよねまあだからねまだこれ新しい情報ないのかななんていうふうに見させてもらっていたわけなんですがよくよくですねこのページを見るとトップの部分にご丁寧にアップ アップデートと書かれたこの短い文面がありましたここには何が書いてあるかというとですねホワイトハウスのアナウンスということで海外から米国入利用する旅行者はですねワクチンが必須になるんだという正し書きがこれ増えましたね FDA の承認もしくは WHO が承認するワクチンを接種していることが条件になるということなんですがより詳しい条件についてはこれをねクリックして中を掘り下げていってくれという とということです見るとね、まあ、だいぶ細かい情報がつらつらつらとこれね並び始めましたからこれ気になるところですがちょっとねこれ長いんで日本時間の今夜のライブで皆さんと一緒にこの米国 CDC がアップデートした一時情報をです、ね、皆さんと一緒にチェックをするということをチャレンジしてみたいと思います。このライブ配信の日時はですねこの動画があのアップされた同じ日付ですね。10 17月の17日日日曜日に 行います日本時間だと午後11時からのスタートですね。あ、ちょっとなんか PM23 時とかってなんかまどろっこしいですけど、あの、よ夜です。<laughs> 午後11時にあります。アメリカ時間ですね、東部夏時間では午前中の10時から、そして太平洋時間、西海岸にいらっしゃる方はですね、ちょっと早いんですけど、午前中7時からですね、こちら開始をしますから、お時間がある方ですね、ぜひご参加をいただければと思います。どうでしょうね、この10月に入ってからの世界の動きですけども、基本 基本的には緩和に倒れていってると、渡航制限が厳しめであるアジア圏に関しても各国緩和に倒れていっているような流れではありますからね、その国によってゆっくりめのところと、まあ、ダイナミックにね、こう開けていくところと、まあ、差はありますけども、概ね開いている動きとしてですね、期待をしていきたいなと思います。 ということで本日は入国制限緩和シリーズ2021年10月下旬版ということでやってまいりました。皆さんの無事の渡航を願いつつですね、今夜についてはこちらね、ライブ配信頑張ってやっていきたいと思いますので、お時間許す方は概要欄にね、これリンク貼っておきますから、ぜひリマインダーをですね、ボタン押しておいてもらえると通知が届きますから、それでね、一緒にご参加をいただければと思います。今日の情報が役立ったという方は、チャンネル登録をしてまた次回の動画でお会いしましょう。大好きでした。